悪い王様と立派な勇者13回目です。フローラ姫と一緒に魔王山に来ております。魔王は目前、いよいよ今回現れるのか。続き進んでいきましょう。この奥ですね。ここがまあ道のエリア。まっすぐ進めば、いやでもこれ絶対なんかギミックあるんだろうな。それぞれ上下行ってみましょう。この辺の敵は、あ、なんだ、宝箱が2個。絶対片方はあれでしょ、宝猫でしょ。猫嫌なんだよな。あ、何こいつ、初めての敵、竜のゆりかご、かわいい。これまた眠ってるやつなのかな。あー、ここは下のラインがジャンプ切りで2人だったら、ジャンプ切りプラス星。おお、いいね。あ、まどろんでいる。このパターンのやつあれですよね、泉の世界だったっけにいましたよね。あ、でも全然あれだ、強い敵ではなさそうだ。なんか変なバフかけてきそうだけど、だから、いや、もうね、もうこれじゃん。もうだからその事前に分かんねえからさ。でも倒すとなかなか美味しいアイテムはくれるからな。ただ一撃中はあまりにも怖すぎる。ガンガンダメージを与えていこう。願い星、死んだらもうやっぱすぐアイテム使った。うわー、やっぱこれ普通の攻撃も十分脅威だわ。79って、う、全然全然、こう撃かな。願い星大丈夫。ああ、死んだ。ちょっと待て、僕復活の雫を言うに、やばいやばい、あ、やばい、おー、危ねー。今の必殺噛みつきでフローラが死んでた場合もありえたな。あー、怖ー。ちょっと言う、自分回復しておこう。癒しの実を自分に使っておいて、でフローラ姫は少しでも攻撃を。ちょっともういきなり、やっぱこいつ一番嫌な敵、あー、やめろ。うわー、これがな、これはでもやっぱ回復するしかないな。復活しずく、これ復活しずくもっと買っとくべきだった。あ、ちょ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 、あぶねえ、スカッタ、よかった。あ、これで特技いけるな、火炎切りで。フローラ姫は願い星かな。あ、というかフローラ姫通常攻撃でもやばい。あ、ちょちょちょ、やめろやめろやめろ、あぶねえ。その一撃必殺危なすぎるよ。結構な確率でやられる。 30% ぐらいの確率で食らっちゃう気がするしな。攻撃攻撃、でももうちょいで削れる。ああ、よかった、もうすぐでしょ。ああ、攻撃攻撃、やめろ。ああ、よかった、これはもう運だもんな。ああ、じゃ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 、うわ、怖え。おお、頑張った。何アイテム、あ、天使の薬。ん、お受けの鍋か。じゃあ優の装備か。あ、じゃあやっぱ戦ってよかった。お、黄金に輝く鍋、もったいなくて使えない。王家の鍋ね、王様の家と書いて王家ね。王家ってなんだろうと思った。いいね、がっつり防御力上がる。よし、こっちにしよう、王家の鍋。へえ、強くなったな、ユウ。あ、ちょっとフローラ姫に、癒しの実。あいつ強敵だよな。でこの先にもう一個あるんだよ、わかんないけど行くよ。復活の真札、あー、でもいいやつですね、きっとね。なるほど、これじゃあ下も行こう。おそらく下も同じで宝箱が2個ある。うわー、なんだろうこれ。ジャンプ、竜のゆりかご行っとくかい。いや、それよりもあれだな、真ん中のやつに火炎切りをぶっ放す方がいいか、グリフォンに。
で願い星でこの斜めラインいける。グリフォン。フローラ姫はね、今重い靴を履いてるから行動が一番ラストになっちゃうんですよね。ただ防御力は上がっている。ほい。じゃあ下のゆりかごからいきますか。はい。お、いいね。まどろんでいる。これが泉の世界にいたやつと同じなら全員一気に眠らせてくるっていう謎の行動をしてくるんじゃないかと思われるけど、じゃあこの下に行く。ん？あー、やっぱでもそうだ。ってことは片方宝猫だな。もう宝猫でも倒したらいい王家の鍋とかゲットできるんだもんな。一得しかないよな。あ、いや、これは、あ、いや、いいのか。で、斜めで、このラインね。はい。あ、特技封印だ。ゲ、フローラ使えなくなった。これ、厄介だな。あ、で、攻撃も強いな。あ、願い星使えない。上。優が封印される前にジャンプ切りを入れておきたい。お、いいね。うわ、普通に攻撃強いな。あ、やばいな。あ、攻撃でいいか。優が2人ともタゲ入れられたらまずいって、まずいって、まあちょっと。はい、復活の雫使っちゃう。フローラ1人じゃもうちょっとなんどうすることもできない。あ、やばいやばい。あ、そっか、行動最後か。こういう時困るな。よし、とりあえず優が生き返った。下のグリフォン倒そう。とりあえずフローラは防御しておこう。特技封印されるだけでこうもきついか。ちょっと攻撃これで次でいけるでしょ、もう。うわ、二人とも特技封印。よし。おお、ナイスレベルアップ。これはまずいな。次、宝猫いるとして、復活の雫が一個しかない、もう。ちょっとこれでもやっぱ一回戻って、ここはでも行くべきか。あ、出たでもこの戦い終わったら一回ショップが近くにあるからそこで買ってこよう。火炎とカサバリア、いや願い星。こそこそ敵から隠れて狙われにくく、いや願い星。あ、痛いね。いやでもよかった、一撃必殺じゃない。耐えれる、まだ全然耐えれる。ああ、優が気力全部使っちゃったのが嫌だな。願い星。あ、いや大丈夫。なんかもはや優の方が防御力低いか。なんか結構食らうな。攻撃、願い星。あー、やばい。おー、使った、よかった。これはどうする。いや、攻撃だな。攻撃。うん、やめろ。おい。もうこのギャンブルみたいなドキドキ勘弁してくれよ。あ、いや、これで溜まったから火炎切りで一気に終わらないかな。もう終われ。あー、ちょうわー、こいつそこそこスピードも高いのが厄介だよな。先に攻撃されちゃう。あ、まだ。あ、もうちょい。仮定し攻撃、ユウ先に。よしよしよし。あー、よかった。またいいアイテム落としてくれ。天使の薬、熱々なんちゃらを見つけた。はあ、直接攻撃してきた相手をたまに熱々にする。ほう、カウンターでってことか。でもまあ
使わんかな。精霊の果実、精霊の果実はステータス以上を直すんだっけ。これちょっとでも本当に今死ななかったからよかったけど、この後ボス戦が控えてるだろうからあれだな、一回帰らないと。回復、あ、隠れるじゃないや、願い星。うん、まどろんでいる、みんなまどろんでいる。戦わなくても逃げれるのかな。いやでも経験値おいしいよな。魔物は皆殺しだ。まどろんでいる、おっしゃ、あ、まだ、はい、オッケー。ここ走りたいな。でスタート地点に戻ります。探索できたからよしとしよう。やっぱこのエリア大変だな。よし、これで戻った。でショップ、ショップで復活しずく、1個しかないもんな。合計5個ぐらいになるように4つぐらい、いやいや5つ買おう。なんだかんだで使うだろう。よし、これぐらいでいいかな。で泉で回復、休憩、よし、いいぞ、これでマックスになった。でじゃあまっすぐ進んでみるか。さすがにボス、ボスというか魔王がいいのか本当に。でも魔王と戦うってなったらさ、それこそラスボスになっちゃうんだけど、んー、どうなんだろう、展開がまだ読めないですね。グリフォン、ジャンプ、ロケットパンチがね痛いのよ。あー、ナイス回避。あー、呪い、いやー、よかった、食らってない。あー、まだ削れないか。これはジャンプで盾を確実に、でこうだな。いや痛いな。よし、あ、まだ攻撃、攻撃、よし、ちょっとフローラ回復してあげるか。だいぶ狙われてしまった。癒しの実、あ、やっぱフローラの方があれだわ、防御力高いんだ。 U が82でフローラ101だもんね、防御力。あー、やっぱ重い靴を装備してるっていうのがでかいんだろうな。あれプラス20ぐらいだったもん、防御力。ただ行動は一番最後になっちゃうっていう。でもつけるならやっぱフローラだな。 U が一番最後になっちゃうのはちょっときつい。初手入れたいっていうところもあるしね。グリフォンで願い、お、いいね、まどろんでいるね。あー、倒しきれてないな。ゆりかごを U にしてグリフォン、よし、あー、いた。よし、あとは攻撃でいいかな。おそらくボス戦だから気力を貯めておきたいんだよな。あ、倒しちゃったか。この先ね、いよいよ来るか、魔王降臨か。さあ、ん、あ、でももうここだ、ゴール。さあ何が出る。うわ、魔王、怪しいレッドカーペットが。洞窟の中を進むユーとフローラ、突然闇の中からフローラめがけて白い糸が飛んできます。フローラ、ユーは駆け寄りますが間に合わず、フローラは糸にとらわれ手の届かない高さまで吊り上げられてしまいました。これ絶対やったのケラだよね、雲っぽいし。フローラ待ってて、今助けるから。待って、ユウ、
後ろに何かいますわ。フローラに気を取られているユーの背後から何者かの大きな尻尾が襲いかかってきました。おお、ついに来た。フローラが教えてくれたおかげでユーは危ないところで尻尾の攻撃を避けることができました。尻尾の主は暗闇の向こうからユーに声をかけます。この魔王の攻撃よく避けたな、褒めてやろう。魔王、尻尾を避けて体勢を崩していたユーは慌てて立ち上がり声の下方へ振り返ります。わあ、目の前にはユーにとって信じがたい光景が広がっていました。魔王と名乗る声の先にいたのはなんと王様ドラゴンだったのです。お父さん。ユーは目の前の現実をすぐに受け入れることができず、混乱する頭で何が起きているのかを必死で考えます。お父さんはどうしてここにいるの？魔王はどこにいるの？今誰が魔王って言ったの？魔王はどこにいるの？お父さんはきっと助けに来てくれたんだよね。魔王はどこにいるの？ユーはやっとのことで小さな声を絞り出しました。私が魔王だ、ユー。嘘だよね。あの優しい王様ドラゴンが魔王だなんて、そんなことを信じられるはずがありません。あ、わかった。これって修行でしょ。お父さんは魔王の役をしてるんだよね。なんだ、ちょっとびっくりしたけど、修行か。よし、じゃあこれは魔王と戦う練習なんだね。そんな言葉をユーが言い終わる前に、王様ドラゴンの尻尾が鞭のように鋭く放たれ、激しくユーの体を叩きつけます。キャッ。こうでもしないとわからないか。そんな、お父さんはいい王様なのに、なんでこんなこと。私がいい王様だと？笑わせるな、ユー。お前も見ただろう。ここに来る途中で滅びた村を、あんなことをするいい王様がどこにいる。ユーは目に涙を浮かべながら王様ドラゴンを見つめています。私はいい王様なんかじゃない、悪い王様。タイトル回収。いや、魔王だ。嘘だ。そんなはずないよ。嘘だって言ってよ。口で言ってもわからんようだな。仕方ない。王様ドラゴンはそう言うと、いまだに困惑しているユーに容赦なく襲いかかっていったのです。戦うの？マジか。なんか分かっていた展開だけど、やっぱ切ないな。
なんちゅう悲しい BGM 流れてんだよ。マジで攻撃していいのこれ。しかもフローラ姫捕まってるし、火炎斬り、魔王、攻撃していいのこれ。様子見る、様子見ようか、様子を見る。なんか攻撃したくない。この魔物には弱みがない。あ、うわ、ちょっとなんかそんな、お父さん、見逃す。あ、でも全然ダメ、全然ダメ、ダメだ、やるしかねえわ。じゃあ火炎斬り。いつもはお父さんが火をつけてくれた火炎斬りを、うわ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 、どうしようか、もう一発いくか、火炎斬り。おいおいおい、あ、なに、てんてんてん、守りが下がっている。じゃあ攻撃入れよう、回復しようと思ったが、あ、入るね、うえ、攻撃、うわ、なにこれ、悲しすぎるこれエンディングかな。いや、まだ違うと思うんだけど。あ、やべ、ブレス、ちょっとこれこう回復しないと危ないんで、ちょっと全知の果実で回復しましょう。言う、なんだよ、悪い王様、悪い王様 VS 立派な勇者だな。火炎斬り、あ、いや、なんかバフアイテム使っとくか。なんかあったよな、いろいろ。あ、一人の攻撃力を上げる怪力の種を使おう、自分に。よし、ここからの火炎斬りは相当ダメージが入ると思う。火炎斬り、火がつかないよお父さん。うわ、すげえ入ったからの攻撃、あ、いいねいいねいいね。ブレスが痛いな、今のうちに攻撃入れたいんだよな。火炎斬り、強くなったな。うわ、悲しい悲しい、何これ、泣いちゃう泣いちゃう。演出的にはもう完全にエンディングの流れだけどさ、いや、まだ終わらないと思うんだよ。前回も言ったけど、そのメタ的な話になっちゃうけど、まだやれていないところ要素が多すぎるから終わらないと思うんだけど。やべ、回復だな。いや、でも今あれだな、防御力が下がってるから火炎斬りを入れたい。ここでブレスされるとちょっとやばいな。あ、てんてんてんで終わった。ちょっと全知の果実回復、いやー、これいい BGM だな、ほんと。うわ、切な、尻尾は痛え、強いな。てんてんてん、あ、守りが下がった。守りが下がってるってどういうことなんだよ。火炎斬、わざと下げてくれてるのかな、倒せってことかな、自分を。切ない魔王、これいいのかよ、倒しちゃって。ずっと育ててくれたお父さんだよ。あいでででで、回復したいが、ここはこう防御力が下がってるから火炎斬りを入れよう。ユウ、もう少しだ、頑張れ。うわ、切ない、切なすぎる、なんじゃいこれ、もう少しだ頑張れって
ちょっと待って、泣いちゃうよこれ。うわ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 、あ、防御力下がる。あ、下げてくれた。いやこれは悲しいな。ここで入れられる火炎斬り、これで終わるかな。いいのか、倒しちゃって。うわ、やったよ、やっちゃったよ。やっちゃったよ。それはユーにとってとても辛い戦いでした。ユーの言葉に聞く耳を持たず襲いかかってくる王様ドラゴンに、ユーは仕方なく戦いを続けました。そして王様ドラゴンに深手を負わせ、その動きを止めることができました。やるな、さすが勇者の娘だ。深手を負った魔王はその大きな体を地面に横たえ、息も絶え絶えです。お父さん。ユウは王様ドラゴンに駆け寄ります。さあ殺せ、勇者の娘。いや、勇者よ、私にとどめを刺すのだ。そんな、嫌だよ、殺すなんてできないよ。ユーの言葉をかき消すように王様ドラゴンは叫びます。ユー、私を殺せ、殺すのだ。ユーは怯えたようにうつむいたまま動くことができません。今私を殺さなかったら、あの滅びた村の悲劇を何度でも繰り返してやる。絞り出すような方向、ユーは肩をビクッと震わせます。ユーの目からポロポロと涙がこぼれました。ユーは滅びた村の悲惨な光景を思い出します。それをしたのは自分だという王様ドラゴン、それをまた繰り返すという王様ドラゴン。もはやユーは何を信じていいか分からず、考えることに疲れ果ててしまっていました。そしてユーは王様ドラゴンの首元に立ちます。え、構える。え、これをプレイヤーにやらせるかい。これはすごいことするな。やるよ、じゃあ行くよ、構える。うわ、マジかよ。ちょっとマジで、いいよ、いくよ。押したくねえ。なんだこれ。いきます。振り下ろす。あ、キャラだ。わ、ビビった。なんだよな。キャッ、ちょ、変な汗出た。なんじゃお前。見慣れた姿のその魔物は。キャラ。見たことのない。焦った。耳障りな声を上げて笑いました。ありがとう、ユー。え？僕はこの時を待って。お前黒幕なの？魔王様に深手を負わせてくれる時をね。けど、王様ドラゴンは信じられないという表情で声の主。ケラを見上げます。まさかの展開。お
おやおや魔王様、しばらくお静かにお願いいたします。なに悪いようにはいたしません。すべてこの僕にお任せあれ。ようやく起き上がったユイはいつもと違う様子のケラに困惑します。ケラ、なんで、なんで、キャキャキャ、ああおかしい。ケラは相手をバカにした声で笑い転げます。な、何がおかしいんだ。はあ、だってさ、お前まだわかんないの？魔王様、お前のお父さんが何を考えてここでこんなことをしているのかをさ。ケラ！王様ドラゴンはケラのおしゃべりを止めようとしますが、深手を負った体では動けず、叫ぶことしかできません。キャッキャー、わかんないなら僕が教えてあげるよ。お前のお父さんはな、お前を勇者にするためにな。ケラ、頼む、それ以上は言わないでくれ。王様ドラゴンの必死の頼みもケラのおしゃべりを止めることはできませんでした。ワルフ、わざとお前に殺されようとしてたんだよ。なぜかって、そうすればユウ、お前が人間たちから勇者様って認めてもらえるだろ。だからわざとお前に負けたんだよ。キャッキャ、ユウはよく頑張りました。信じたくない現実を次々突きつけられ、困惑しながらもよく立ち続けていました。でもケラの最後の一押しでユウの心は折れてしまいました。全身から力が抜け、がっくりと膝から崩れ落ちます。ケラ、貴様。あら魔王様、おいたわしや、もはや口しか動かせませんか。キャッキャッ。しかしそれでいいのです。すべて僕の計算通り、魔王様のために素晴らしいものを見つけ出しておいたのですよ。ケラは糸の塊から角のようなものを取り出します。あ、それはわかりますか。ええ、そうです。これは勇者におられ行方知れずとなっていた魔王様の角ですよ。角を見た王様ドラゴンの顔がさーっと青ざめます。ケラ、まさか。ええ、そのまさかです。魔王様にはこの角でかつての強大な力と邪悪な心を取り戻していただきます。キャッキャッキャッとケラは一人で大盛り上がり。ダメだケラ、それは、それだけはやめてくれ。必死の懇願も意に介さず、ケラは王様ドラゴンに近寄ります。やめろ、お父さんから離れろ。ユウが立ち上がり、王様ドラゴンを助けるために駆け寄ろうとします。
しかし、おいおいユウ、お前はもう用なしなんだよ。奪った剣をユウに向かって放つ剣、剣はユウの腹を切り裂き、ガランと音を立てて地面に転がりました。ユウが負った傷は深く、血がドクドクと流れ出ていきます。このままではユウの命が長くは持たないことは誰の目にも明らかでした。マジかよ、何この展開。ユウ、ケラ、貴様、貴様、王様ドラゴンの悲痛な叫び声が虚しく響き渡ります。ああはいはい、おとなしくしていてくださいね、魔王様。今元気にして差し上げますからね。王様ドラゴンの頭に角を近づけるケラ。その時、王様ドラゴンは最後の力を振り絞って小さな炎を吐きました。ひゃー、びっくりした。何ですか、悪あがきですか。その炎は広間の奥で縛られているフローラに届き、フローラを縛る糸を焼き払います。フローラは急いでユウに駆け寄り、ユウを抱きかかえます。ケラは魔王を復活させることに夢中で、後ろの出来事に気づいていません。フローラはユウを抱きかかえ、急いで広間から逃げ出します。まだかすかに意識の残っていたユウが見た最後の光景は、魔王の角を突きつけられた王様ドラゴンの目からかつての優しい光が失われる瞬間。ユウの意識はそこで途切れ、深い闇に飲み込まれていくのでした。こうして勇者が魔王を打ち倒し、世界は救われましたとさ。わあ、すごいすごい、パパが魔王を倒した。わかったかい、勇のパパはすごいパパだったんだよ。うん、すごーい。ねえねえ、もう一回最初からお話しして。ふふふ、話してあげてもいいが、寝るのが遅くなってしまうよ。明日からまた毎晩少しずつお話ししてあげようね。わーい、やったー。さあ今日はもう寝なさい。お父さん、私決めた。うん？なんだい？私ね、パパみたいな立派な勇者になる。ああ、ユウはきっとなれるよ。立派な勇者に。ああ、ちょっとちょっと。ユウが目を覚ますと、そこは泉の世界でした。フローラが心配そうにユウの顔を覗き込んでいます。まあ、ユウが目を開けましたわ。フローラはぎゅーっとユウを抱きしめます。その瞳には涙が浮かんでいました。お、目が覚めたのですね。声のする方を振り向くと、そこには泉の精霊が立っていました。
フローラに感謝するのですよ。瀕死のあなたを泉の世界まで運んだのは彼女です。そんな泉の精霊さんが呼びかけてくれなかったら、きっとどうすることもできずにユウを死なせてしまっていましたわ。瀕死のユウを抱えて魔王山を降りることは簡単なことではありませんでした。だけどフローラはそれをお首にも出しません。泉の精霊はユウに語りかけます。ユウ、現実世界のあなたは深い傷を負い死にかけています。ですが泉の世界にいる間は死ぬことはありません。願いを叶えるまでの間は肉体の時が止まるのです。ユウがもし生きてここを出たいと望むなら、泉の試練を乗り越え願うことです。なるほど、ここで泉の試練が再び出てくるのか。ユウは弱々しく口を開きます。私の願い、私の願いってなんだっけ。わからない。消え入りそうな声でつぶやきます。泉の精霊は少しうつむき言いました。しばしこの泉の世界で過ごすといいでしょう。時間はまだあります。フローラや泉の妖精たちと話してみれば気持ちに変化が起きるかもしれません。私はそれまで待ちましょう。ユウはフローラに支えられよろよろと立ち上がりました。あ、なに、ちょっとお父さん、大丈夫？ユウがいや、主人公ぶっ壊れ展開はびっくりしたというか、もうびっくりの連続で、もうマジか。ケラが黒幕だったんか。で、王様ドラゴンはもう魔王として本当に覚醒した、復活してしまったってことか。へー、こんな展開になるんだ。まだ終わんないとは思ってたけど、さすがにびっくりっすね、これは。あー、じゃあちょっと今回はここで一回区切りましょう。次回は泉の試練でなんとかユウを復活することができるかっていう。ケラ悪いな。なんかやってることはさ、昔の王様ドラゴンが好きでっていうのは逆さと同じことをやってるような感じなんだけど、でも極悪さがあまりにも違いすぎる。ユウ殺しかけるし、王様ドラゴンを凶悪なね、元の魔王に戻すし、角くっついたんだろうな、もう。うわー、すごいわこの展開は。読めなかった。ケラあいつ悪いな。はい、じゃあ今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。